どうも、山進でございます。ですね、久しぶりに資格の話をしようかなというふうに思います。2021年に取得した資格、それから2022年に挑戦してみようと思う資格についてちょっとお話ししてみようかなと思います。ですね、まあ、毎年、資格の試験、受けてます。まあ、いろんな試験受けてるんですけれども、まあね、資格をね、当然100個取るまで、YouTube の投稿をやめないというふうに、一番最初に、思っていまして、まあ、YouTube 始めるにあたってですね。で、その流れでですね、まあ、どんどん撮っていって、今30個ぐらい、撮ってます。ということで、今年ですね、2021年に撮った資格は何なのかっていう話をしてみようかなと思います。まずね、2021年取得した資格なんですけれども、簿記の3級取りましたね。これ2月ぐらいですね。で、認知症介助士休止検定、これも結構早い段階で取りましたね。で、消防設備士オツ主体6類。これね、何月だったかな ?6 月ぐらいに取りましたね。で、アロマテラピー検定1級。で、販売士検定3級。サービス接遇検定3級。で、測量証。これは結構最近ですね、取りましたね。で、秘書検定3級。まあ、これもちょっとね、最近の話にはなりますね。ということで、2021年はですね、9個取りましたね。結構頑張りましたね。まあ、個人的に、取得してきてよかったなって思うのは、やっぱり簿記3級ですね。まあ、簿記3級と、まあ、あとは社会的に、まあ、ある程度の、ものがある、消防設備士のオツ主6類。それから同じく社会的に、まあ、ある程度の、ものがある測量手法かな。この3つが、まあ、取れたのが良かったかなっていうふうに思いますね。まあ、ただね、こう、今年、こうね、闇雲にいろんな資格に挑戦した、して思ったのはですね、まあ、あんまり、なんていうのかな、どうでもいいような資格の勉強する時間がなんかもったいねえなっていうふうに、思いましたね。まあ、いわゆるその、日本の社会人の平均勉強時間、だいたい6分というふうに言われておりますんで、まあね、まあ、闇雲に勉強するのもですね、そのまま平均6分なんで、まあ、闇雲に勉強したとしてもですね、1日30分ぐらい勉強するんで、まあ平均以上だなっていうふうに、まあ、個人的に思うわけなんですけれども、ただね、やっぱね、あんまりこう、なんだろうな、使わないような資格の勉強する時間がなんかもったいねえなっていうふうに、最近思い始めました。まあ、人生のね、まあ、特にこの若い時間っていうのは、有限なわけなんで、まあ、もう少しね、難関資格に挑戦してみようかなというふうに、今、思っております。まあ、よくね、私のこの資格の動画を、投稿するとですね、まあ、コメントでですね、まあ、なんか、ね、そんなことしても意味ないよとかっていうね、コメントいただいたりもするんですけれども、ただね、まあ、先ほど申した通りですね、今の日本人の社会人のですね、平均勉強時間が6分。ね。まあ、仮に全然意味のない勉強をしたとしてもですね、まあ、1日6分以上は勉強するんで、意味がないわけではないと思うんですよね。その勉強する習慣っていうのがね、つくんでね。で、また何か新しい挑戦しようと思った時に、なんかね、ずっとパソコンとか携帯いじってるわけではなくて、まあ1日30分、1時間、ね、勉強する習慣がね、今ついてますんで、もうその時点でね、平均以上だなっていうふうにですね、平均以上なんでまた今日も私は最強だなとかっていうふうに、まあそういう思いができるわけなんですね。だから意味がないわけではないというふうに私は思っております。うん、で、今年ですね、2022年に挑戦してみようかなっていう思う資格。で、これはちょっとね、難しい。今年はちょっと結構頑張ろうかなっていうふうに思います。難しい資格です。行政書士と簿記2級、TOEIC 500点。これをね、ちょっとね、取りたいなというふうに思いますね。まあ、行政書士を取るとですね、まあ、自分で仕事ができるようになると、まあ、独立することができるという資格になりますね。まあ、私今、まあ、普通にサラリーマンで働いてはいるんですけれども、なんかその、まあ、保険じゃないですけれども、いや、別に会社で働かなくても、頑張れば自分一人でも稼げるんだよっていう、そのメンタリティを手に入れるために独立系の資格を一個取っておきたいなっていうのが、あります。それで、まあ、今年はね、ちょっと行政書士の方、だいたい合格率が 10% ないぐらい。なんですけれども、すごく非常に難しい資格にはなるんですけれども、これをちょっとね、今年1年間かけて勉強していこうかなというふうに思ってます。というかもう今も勉強してます。はい。そして、簿記2級ね。まあ、まだこれちょっと星印ついてないんですけど、実は簿記2級もですね、去年からずっとこう勉強してまして、今ね、工業簿記をひたすら勉強してるんですけれども、これね、
ちょっとね、無理やなっていうふうに、最近思いつつあります。だからちょっと星印がついてないです。だからメインが、まあ、行政書士の勉強、そしてサブ的な立ち位置で、まあ、簿記を忘れないっていうような感じで、簿記2級の勉強してるんで、これはちょっとね、受験するかどうかわかんないですけれども、まあ、余裕があればですね、まあ、来年10月ぐらい多分行政書士の試験があるんで、そこから1ヶ月後の11月とかに、まあ、簿記の2級試験受けれたらなというふうに思ってますね。そして、TOEIC 500点。まあ、これね、結構社会人で、TOEIC の点数っていうのは、まあ、求められることがちょいちょいあるのかなっていうふうに思います。まあ、海外で仕事をしなければあんまり使わないかもしれないですけれども、ただね、結構そのできる社会人っていうのは英語できる人が多いなっていうのをちょっと最近よく感じまして、それでね、まあ、TOEIC の勉強っていうのをですね、隙間時間に今やってます。今はまあ、リスニングの勉強しかしてないんですけれどもね、会社のね、お昼休みとかに、ね、まあ、携帯に英語のね、TOEIC の英語の単語帳の CD を入れてますんで、それを、お昼休みに聞いたり、しております。まあ、そんな感じでね、ちょっと TOEIC 今度受けてみようかなっていうふうに、思っております。で、このね、一応ね、ちょっと薄めの点線の下に書かれてるんですけども、これはね、ってみたいなっていう思う資格を3つ書いていました。まずね、消防設備士のオツ4種ですね。これは、あれですね、火災報知器とかの整備ができる資格になるんですけれども、これですね、私が所属している滝沢ジムのですね、会長から、まあ、ね、オツ6種持ってるんだったら、オツ4種もちょっと受けてみたらどうだっていう話を、去年というか、今年の、にしていただきまして、で、実はですね、問題集とかもですね、ちょっと今お借りしてるんですね、2冊。で、まあ、去年ちょっと勉強したんですけど、今はちょっと、勉強できてはいないんですけれども、まあ、ちょっとね、来年どっかかのタイミングで受験して取得したいなっていうふうに、思っておりますね。オツ4類ですね。まあ、これ取れれば、まあ、ある程度、まあ、消防設備に関しては、良くなるのかなっていうふうに、思っております。まあ、実はですね、滝沢ジムの会長の、まあ、滝沢会長なんですけども、なんかいろんなね、消防設備士の資格持ってたり、あと何だったっけな、ビル管理士だったかな、の資格を持っていたり、非常にまあね、私もオツ4種取っていこうかなっていうふうに、思ってますね。で、それから最近ちょっと注目されているのが、登録販売者。ですね、登録販売者の資格、まあ、これよく薬局とかでね求人が出ておりますよね。まあ、最近だと本当コンビニとかでもそういう医薬品を取り扱うためにこういう資格を持っている人が、まあ、いいよっていうので、まあ、これはまあアルバイトとかにはなると思うんですけれども、まあ、こういうの持ってるとまたなんか面白いことができるんじゃないかなと思ったりしますね。で、それから管理業務主任者ですね。これはですね、まあ、マンション関連の、管理業務を委託される側の人間だったかな、確か。が、持っているといいっていう職ですね。まあ、これ持ってると、意外と定年後の体力がない状態でも、仕事に入りつけるというふうに言われている資格になるので、まあ、これ持ってると、まあ、若干食いっぱぐれることはないんじゃないかな。定年後でも、まあ、肉体労働しなくて済むんじゃないかなというふうに、勝手に思っているんで、これを、まあ、若いうちにね、頭が柔らかいうちに勉強して取っておくのはありなんじゃないかなって思って一応ここに書いておりますけれども、これも結構難しい資格なんで、この2つ、まあ、オツ4種も難しいですけれども、この辺難しいんで、ちょっとね、まあ、2022年に受験するかどうか分からないですけれども、頭の中には、入れておいてあります。はい、ということでね、まあ、今年は、まあ、メインで行政書士、それからトイック500点、ね。で、余裕があれば簿記2級。そして消防設備士の強し。オツ4類ですね。挑戦してみようかなというふうに思っております。はい。ということでね、本日の動画は、まあ、若干決意表明みたいなところもあるんですけれども、まあ、来年もね、まあ、勉強の方も頑張っていこうかなというふうに思います。本日の動画は以上になります。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。